おはようございます。おはようございます、はい、今日はですね、以前畳み込みをした心拍がどうなってるのかというか、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。お願いいたします。今年は何年でしたかね。分かんない。分かんないですね。また1年間お付き合いいただきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。で、去年の冬ですかね、畳み込んだ木がですね、結構まだ あります。まだありますっていうか、あります。それをどうなったのっていうのをよく聞かれる話ですので、ちょっと見ていきたいんですけど、 こんなやつですかね。要はできるだけこうコンパクトに畳み込んで、こんな、まあ、できるだけこう地べたにくっつけて、そこからまた根が生えてくると太く見えるよって言ったやつだと思いますね。はい、でごめんなさい、話順番変わりますけど、これが元々の籠宮さんのですね。どっちが正面なんだろう。もう分からなくなっちゃってます。分からなくなっちゃいましたね。もう これもちょっと針金食い込んできちゃったんで、はい、外さないといけないですけど、まあこれをもともと目指してなんですけど、なかなかやっぱりここまでは難しくて、うん、まあ、同じようなちっちゃいのこんなので作ったっていうところですかね。ね、かわいい。大きさは合ってるけど、やっぱり物としてはまだ全然完成度が違って、うん、大きさだけは一緒って。大きさは一緒ですね。大きさは一緒ですけどね。少しあとは畳み込みと言いながらも、完全な畳み込みじゃなくて、はい、ちょっとこういう木姿が見えるようなやつですね。こういう形とか、どうだろうな。あ、これもそうですね。模様木風に、まだ針金 かけたばっかりですかね、これ。まあ、なんとなく良さげに見えるという、はい、うん、だからまあ畳み込みというか、まあ模様木に仕立てたですかね、うん、で、その中で、まあこれは少し大きいですけど、こういうのも、まあ、畳み込みではないけど、ではないけど、まあここら辺はそういう感じで枝をギュッと凝縮させたってことですよね、うん、なるほど、はい、まあこれがだからここをこうずっとつけてくれば、そうですね、もっとちっちゃくなるし、ここがね、まあ、見えるようになるといいのですか、ね、そうなんですよね。そう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 、そうすると頭をぐっと下げてきて、うん、もっと小さくっていうことですね。まだまだこれから成長すると思いますけど、はい、こんなの大きくなって、でこれはね、これも覚えてますね。ここのカーブが最初は嫌味だったんだけど、うん、シャリになればいいかねって、これはすごいみたいな動画で、うん、そう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 、でやなぜですね、すごいちっちゃくなってました、でこれがやっぱり頭後方で、はい、これがもともと陣にするつもりだったんで、ぐっと立ててやったやつですね、うん、なんでちょっとこれを少しぐちゃぐちゃしてるんで、はい、整理をしていきたいと思います。はい、まず草取りですね。はい、基本草取り。寒いですね、今日もう日履いてるんですか。もう日桃吹きダウンで、桃吹きダウンで、まあ、こういった畳み込みも平間さんのワークショップで販売するんですよね。あ、そうですね、今度やります、うん、だいぶ募集早い気がしますけどね、僕は。そっか、言われるかもやってますけど、私は人数が心配で心配でできないんじゃないかっていうのは、まあまあ、ワークショップ参加しなくても、遊びには行けると。そうですね、買い物もできると。遊びに行けるって、今もう地元の、ね、同級生で盛り上がっちゃってなんかね、先生が来るとか言ってもう77の先生が来るとか言って、あの人もこの人も来るみたいなのは、僕もグループラインで見てます。見てますよね、そこに先生をお呼びするっていうのはおかしいでしょっていう、うん、今年はどんな1年に、うん、今年はね、まあ仕事の方はまあ順調だったんですけど、ちょっと後半に来ていろいろとトラブルがありまして、うん、まあでも特にね、健康だし良かったですね。今年はあれですよ、え、あの2024年、あ、ごめん、あ、そうかそうか、これ今年明けてるんですよ、これ。まだクリスマスにもなってないけど、そうですね、はい、今年どういう年にしたいかっていうことですね。そういうことです。あ、だから、まあ、そのイベントも一つですけど、なんか新しいことを少しやっていきたいなとは思いますね。例えば、うん、あ、だから そのイベントやったりとか、うん、あとはその何か仕事もね、今後どうしようかっていう、多分、ね、勤務先も変わるんで、うん、でそれやりながらちょっと盆栽のをどういうふうに、まあ、生活に取り込んでいこうかっていう、うん、まあ、だからワークショップ的なイベントとか、うん、イベントとか、まあ、そういう相談コーナーみたいなやつとか、うん、なんかそういうね、いろんな可能性があるかなっていうのをちょっと探る1年、うん、ええ、まだいろいろやってみて、やってみてですね、まだ仕事辞めるなって言われてるんで家では、はい、だからやり仕事ね、勤めながらいろいろと新しいことをチャレンジしてということですかね、うん、定年が近いということなんですか。いやいやいや、まだまだ50代、50代、永遠の50代で、ちょっとねここね、はい、あの期待してたんですね、根っこ出ないかなって、うん、ここぐーっと畳み込んで土入れたり水苔巻いたりなんかして、ここから
根が出てくれればこれが幹になっちゃう。それを狙ったんですね。でもまだなってなかったんで、まだちょっと春になったらですね、ここに傷をつけて、で水苔巻いてルートつけて、ここからやっぱり根を出させて、この辺がやっぱりゴチッと、でまだ多分もう今隙間空いてると思うんですね、まだね、はいはい、こういうところが埋まってくるように肥料たっぷりやって太らせてというところが、まあ、あの構想ですね。はい、はい、よし、じゃあ、これが頭ってことはこれが全部地になるんで、これをまず取っちゃいましょうか、うん、はい、じゃあちょっと枝をボンボン抜いていっちゃいます、はい、あんまり細いのはもう地にならないんで、うん、これを頭にすると、はい、ここら辺がガランドになっちゃうんで、こういう枝で、うんうん、少しこう埋めなきゃいけないというところですね、はい、あとはちょっと先端を少しつまんでいきます、はい、うん、ちょっとこれ取りましょうかね、前の枝多分、うん、多分ね、これで取るだけでもぐっとなんか見えてくる気がします、うん、このちょろちょろしたやつ、はい、いいですか、どうぞ、はい、いきます、どうでしょう、確かにね、と思いますよね、いい木ですねこれ、ね、やっぱね、ね、見えますよね、面白い、うん、ちょっとやりかけなんで、ちょっと陣は天陣をちょっと取っちゃいましょうか、皮を、ああそうですね、皮を、これだってもともと全然ですもんね、全然ですよね、多分、まあ、少し多分曲ついてたんですよね、うん、本当はやりづらいんだというような話をしたような気がしますね、こんなのも陣にならないやなこれな、うん、ま、やがてはねなくなっちゃいそうな気がしますね、取っちゃうか頼りないですね取っちゃいますか、うん、まあいや特に針金も何もかけないで、あるようでちょこっと見えれば、はい、やっとこれもみもみして、そうですね、もみもみして、もみもみしなきゃいけない、取ります、のは抜けやすいということですね、そうです、はい、はい、そしてあとはちょっといらなそうな、下枝を少し整理していって、はい、ちょっとちょっと取っていっていくと見栄えが良くなってくると、はい、畳み込んで針金外して、うん、ちょっと隙間が空いたんで、まあこれまでだから想定内で、あのこういう隙間が空くのも分かってたので、針金が絡んでますからね、うん、そしたら針金の間っていうのは空くん で次に今度太らすっていうことですね、うん、天井は作んなくてもよかったのかもしれないですね、あ、そうそうそう、本当は、本当は、ね、あの太らすこと考えたらこうしといた方がいいんですけどまあ動画なんで ね、エンターテイメントなんで、はい、いやいや、そうですね、まあ時折失敗します、前もね、あの紹介したけど五葉松畳み込んでやっぱり植え替えって良くないって、うん、あの改めて実感しましたんで、やられる方はね、あのやっぱり一気に、やんない方がいい、やんない方がいいですね、はい、だからね、こういうのもやっぱりこういうか肩を見せろ、肩枝のね、うん、こうだけど、やっぱり肩見せるとこれすごく分かりやすいと思いますね、はい、肩見せると良くなるなって、な今こうなってますけどね、まあこの辺を、これね18番でもあれかもしれない、ちょっと22番、ちょっと針金取ってきますね、はい、じゃあ針金掛けですね、これがねちょっと弱いんでどうしようかなと思うんですけど、まあちょっと寂しいんでこの辺が取っちゃうと、はい、これ残しておきますね、うんうん、まず 下枝からですね、はい、でこの辺は太いのはかけないですけど、小枝の方をかけて、この肩を見せて棚を作るという感じ、棚はね普通に分けるぐらいかな、ちょっとここは大きい棚作ります、はい、後ろにちっちゃい棚作ります、でもその枝効かせるだけでだいぶね、うん、これだけで変わってくる気がしますね、違いそう、何しろ隙間が空くとね棚っぽく見えるんで、うん、畳み込みってもうすごい、うん、極小サイズの、ね、心拍のイメージだったけど、これで変わりましたね、うん、そうですね、こんな気もできるんだっていう、そうそう、そこまでむちゃくちゃやらなくてもいいっていう、いやむちゃくちゃやってんじゃないですかやってるか普通の人から見てそうか、だけど実際このサイズの木を見て、うん、あの大野さんとかあるじゃないですか、ありますね、これ畳めないなって僕思っちゃう、ああなるほど、うん、はいはい、なるほど、だからこの動画見て何回か買おうとしたんですけど、うん、いやこれで、まあ、僕できないなと思ってやめちゃった、うん、なるほど、これちょっと難易度高いと思います、あ普通の畳み込みより、なるほど、そうするとやっぱり動画見てる人には自分でもできるって思ってもらわないといけないかもしれないですね、うん、自分はやりましたらすごいだろうって言うんじゃしょうがないってね、うん、そうですねそれと自分はなっちゃったんでしてるだけなんで、なんかやっぱあこれなら自分でもできるかもしれないってね思ってもらわないといけないですよね、だから幹曲げらんない時に、うんうんうん、幹じゃない部分曲げてなんとか見せるみたいな、うんうんうん、そうですね、感じもありますもんね、はいはいはい、さっきの木でも、そうですね、こういうのとかはここはもう曲がんないから、そうそうそう、これそうそう、これはねもともとここら辺はもうできてたんで、うん、これも多分グッと折ったんでしょうね、これも、まあ、畳み込みっちゃ畳み込みですね、うん、ここはね、ここはグッと畳み込んで
でそういう考え方もあるんだなっていう。そうですね、だからこれ辺もちょっと少し危ない割れてる感じがある、ね、あると思いますけど、全然平気だってことですよね、うん、でこういうのがまた味になったりするんですよね。これ多分シャリになっちゃうんで、はいはい、全部そうスタート、これもねその畳み込みを応用してギュッと凝縮すれば、うん、だからちょっと大きいやつでもできるってことですね、うん、そうですね、そうですね。こっちの作業始まっちゃうから、ね、いや、やめてください時間ないですよから今日この後盆栽大野さんへ。そうですね、今日は、今年も爆買いなるか。爆買いに、あ、そうですよね、お正月ですもんね、恒例ですよね。残念ながらキミコさんはいない。あ、いないです ね、今日はね。相当ズルしてますよ今、あの見えないように、見えないようにズルしてます。ズルしてます、はい、もう本当にね、もう年々針金かけがいい加減になってきて、いかに楽してやろうかっていう、うん、どこの枝とかけたんですか。あ、枝同士でかけてる、うん、一番手前の枝と一番後ろの枝をかけて、はい、でこの辺を少しこんもり見せるように、これが今ちょっと立っちゃってるんで、はい、これ辺を下げる、もしくは抜いちゃうっていう、抜いちゃう針金かけるの大変だから抜いちゃうっていうずるいやり方ですね、はい、ちょっと多いかな。でも本当にこう上にねとりあえずかぶせといて、うんうんうん、ということなんで、もうおかげさまですっかりカメラに見えるように、うん、そちら向けに針金をかけられるように、うん、なりましたね。腕が上がった上がったっていうのか、上がったのか。普通はこういうやりづらくてやれないんだけど、うん、ずっと前向けてくれるんでそうそうそう、助かってます。その方がやりやすくなっちゃったりして、最近誰も見てないのに誰も見てないのにあれなんだ。そうそうそう、自分でやってるやつもね、一人で喋っちゃったりして、一人で喋っちゃったりしてね、で一人で受けてたりしてまあ、そう盆栽急病ですよね。それもすでに病気になって一人で、はい、本日はとか、はい、本日はこれやります家でそうそう。針金かけは、うん、はい、肩を見せる以外にポイントありますか。やっぱ棚ですよね、棚を作る、棚を作る、棚を作る。それはどっから考えます。頭、こそも頭と挿絵だと、うん、裏絵だと、まずそこを、うん、まずそこを考えて、実際作業としては下からやっていくっていう、うん、感じですね、うん、結構だからそういうのはあんまり関係ないみたいな人もいますもんね、うんうんうん、そうですね、当然だとそんな感じなのかな。まあでも頭はやっぱ最後ですよね、最後で意外と頭難しいって皆さん言うんですよね、うん、本当は下から順番に全部かけるんですけど、はい、とりあえずあの主要なとこから、うんうん、これだけかけとけば見れるかなっていう書き方してますんで、はい、順番ははちゃめちゃです。順番は順番は本来は下からきれいに、はい、下からかけていきましょう。全部かけると、もう何ですか、ええ、ちょっとね、ま、裏できてませんけど、ね、とりあえず、はい、タイムオーバー、とりあえずタイムオーバーで、あ、ごめんなさい、ちょっとね右だけちょっと掃除しちゃっていいですか。はい、盆栽 QT シャツの予約を受付中です。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、タイムリミットが来まして、タイムリミット、はい、ちょっとまだまだ荒削りなんですけど、はい、こんな感じで、すっきりしましたね。そうですね、すっきりして、あ、私はやっぱり、こう幹を見せるのが好きなんで、うん、見せて、まあ、できるだけ大木感をね、これが、まあ、40センチ50センチぐらいの木に見えればいいかなというふうに思います。とりあえずはあの畳み込んで1年目っていうことなんで、針金外して、まあ、こういう隙間っていうのがさっきと同じ話してますね、うん、見えてきたんで、ここはねちょっとごまかしました、はい、下埋めるためにね。でこれで、もうしばらくちょっと植え替えしないで、3月4月肥料たっぷりあげてですね、はい、もうあとはまたもう一回葉っぱを伸ばして太らせて、うん、というところで、でもう葉を今度はもう目摘みとかもしないで一回ぐっと伸ばしてですね、はい、元気をつけて太らせて棚を作っていくと、うん、いうことでやっていければいいと思います、はいはい、その幹のね隙間がちょっと、もうちょっと埋まれば、そうなんですよね、って感じですよね。ということはやっぱり太らすしかないんで、うん、まあ、太らすかもう一回畳み込んでもいいんですけど、まあ、形は結構そこそこできてるかと思うん で、はい、でこういうところの板シャリがね、ぐーっと出てくれば、出てきたら最高ですね、うん、でそれもやっぱり太らせてからやらないといけないんで、今年1年、この人と一緒に頑張っていきたいと思いますそうなんですね、どういうあれか分かんないけどこの人一緒に、はい、ということで、以上、まあ、去年の畳み込んだ木がどうなったかっていうのをお届けしました。はい、はい、本年もよろしくお願いします。お願いします。落としちゃうとね、ツヤツヤになっちゃうんですよ。これいいですね、この鉢。
それね、落下が分かんないの、何て書いてあるのかよく分かんなくて、もうすごい、あ、すごい綺麗になるじゃないですか。これ手でやってるとね、一日何個もできないんですよ、落ちないんだ意外と。本当だ。でもあんまりやると新品になっちゃうから手加減してやらなくちゃいけないんだけど、この鉢の場合は無理だね、落とすと全部取れちゃう。今日は何しに来たんでしたっけ。今日はね、あけましておめでとうございますですね。爆買いするにはお金持ってきてない。でもちょっと今日はいろいろ、はい、仕入れということでゆっくり見させてもらいます。はい、はい、モンサイオノさんに来てみます。はい、モンサイオノさん来てます。阿部さんです。こんにちは。カメラ向けられるともう喋れなくなっちゃう。喋れなくなっちゃう。心拍見せてもらって。そうだ、心拍はあれで大丈夫なのかな。太いのと細いのがあっていろいろなんですよ。はいはいはい、あこんなのあるし、はいはいはい、そうですね、まあ余ったら別に自分が作ればいいんで。これは何ていうあれなんですか。これ残雪草、残る雪とかって雪みたい。高山植物、これ高山植物出しちゃってでもないけど、まあまあ園芸しましょうか。はい、それであの増えるんですよ、横に。面白いね、横に張って増える。これは何。これはツタの種まいたんです。種まいてまだ分けてないからすっげえな。ツタです。種まいて3年ぐらい経つもん、これは。いや2年生ですね、そんな経ってないですよ。ちゃんと1本ずつやってもうちょっとこう曲げとけばかっこいいのでいくんだけど、そこまでいってないやつです。残雪草買い上げ。あ、一個一個。たくさん増やして。増やして。いや、増やして。お祭りで。飾るんですか。これ飾ったら意外と、うん、いい鉢に入れて。こっち。名前がね。名前がある。名前。あ、でもでかいな。カンカン照りが好きです。みんな名前で行くと日陰に置いちゃうのね。日陰にあんま咲かないんだよね。そう、これもっとがっちりこんなもんで咲いた、うん、すごい。ヒマラヤ雪の下。俺もね、自分なりにね、すごいと思った。白だった。あ、そう、白白花。白花の方が高い、うん、いや、でも木じゃないですか。え、木になるんです。木なのに雪の下。いやいや、雪の下だから。ヒマラヤ雪の下っていう名前なんで。庭に生えてんだよ、普通。そうそう、この下じゃないかな。そうそうそう、庭に、普通の庭に生えてる。あのちょっとし、あのね、なんかそんなとこにね、こう木になっちゃうと、あの邪魔になったらここでナイフで切るでしょ、うんうん、それでブスって刺しとくと、すぐ根っこが出るから。これブスってやったやつだ。うん、そう、ここから切ってブスブスブスって刺して遅れちゃうよ、ブスに。ブスブスブス。小さくすると花来ないんですよ。だから、そう、来ない。そこが問題だ。初めて来た。買ってきて、5年ぐらい経って。そう、そのくらい。肥料くれて。肥料ガンガンやって、一輪かな。このね、木の下に、種から生えた梅の子供がね、いっぱいあるんだって言うからさ、ちょうだいって言ったら引っこ抜いてくれた人がいるんだけど。未生なんですね。未生なのよ、うん、それでこれをなんとかしようと思ってもらったんだけど、もらった時すごい元気なかったんだけど、元気になってきた。曲げないとダメだ、曲げないと。接ぎ木をしようと思って、枝もうちょっと太らして枝を継げばさ、こんなのできるじゃん。そうですね、太枝さ継げばいい。どのくらいで太るんだろうな。早そうですけどね、うん、この状態じゃなくてもっと土鉢にこう、あ、プランターでいいんだよ。プランターにあの粗い土入れていっぱーって植えといて、それでやれば太ると思う。じゃあこのぐちゃぐちゃのやつを掃除してピックアップして持っていくんですよ。これ仕入れてきたの？これ、うん、これとか、うん、前にあるやつ。もっといい感じにして。そうそうです、そうです。これじゃあね、売りづらいから。それはやっぱ大野さんのあれだよね。そう。盆栽大野らしい。持ち込んだ草っていうのが意外とないんですよ。作ってる人がいないから。そうね。そうそう。だからそれが手に入ったんで、それを名品店でだいぶ並べると思うんですよね。なかなかだからこの動画で説明するの難しいね。難しい難しい。だからこれっていうのがないですね。うちはほら、あの種類多くいろんなものを持っていくから、名品店を1月の12、13、14、14名品店で小野さんの商品出します。出します。まあこの辺のやつもまあ持ってきます、持ってきます。いろんなのをピックアップして。すごいね、こうやって見るとね。種類は一番多いんじゃないですか。確かに草もあるし、
いい鉢。これはいい鉢ですね。予算に合うかどうか。これはいい。誰なんですか。光。あの作者が、これはまあ型鉢ね、安いやつで。ね、でこれは政府、風？青風。そう。青い風ね、セイフーさん亡くなっちゃったの、これ瀬戸の作家さんね、これはまあ同じ方だから多分これ買っただと思うんだけど、これは四国の伊藤さんって言って、伊藤さん、そのね、光だよね、光だからね、光ってさ、これはいい、これ伊藤光雄っていう名前なんで光なんです。可愛いですね、クリックサンド面白いね、これいい、これ県外の人はこれを全部これがいい、これ8台だな、本当に全部買っちゃう。だからほら、予算があるんでしょ、いやあとはこれとりあえず15個ある、さんの、うん、これ全部集めてもこれしかなかった。これじゃあ大きいでしょ、これの下でも、あ、さっきの大きいやつはこっちでもいいですよね。下のサイズがね、あの売れちゃってなくて中と大しかなくて、これいっぱい落款がないやつですよね、うん、ああでもね、40年ぐらい前のやつ、へえ、落款を一時つけないことがあって、同じ型でも大きさはこの方が、さっきのでかいやつ持ってきてみよう、すっごい量あるの、これ、おじいちゃんがね、一番奥に埋めちゃったの、取り出したの、この間。これだったらこれでいいな、これは7つある、これはいっぱいありますよ、これも1万円ぐらいで売ってるとお店もあるんですって。これ1万円で、この感じ、え1万円、うん、だから40年前の鉢だから、本当ゴミはあるんだ、買ったのは安いよ、40年前だから、だけど、なんかこの間グリーンクラブでこれ1万円ついてるから、えーと思って、と思って売れてない。そんなが入れやすいけど、入れたらこっちの方がいいな。ワークショップ参加する人もね、そういう鉢だって知って、うん、そうですね、使えればね、これだと面白いしね、これ面白い、これだってそれいい鉢だっていうことで、はい、ということですね、今回盆栽大野さんで素材を入手しまして、5個入で大変お安くできたんで 15% オフでしたっけ。そうですね、値段下げました、ありました、はい、で心拍はちょっと2種類こういう大きさのこんなようなものとか、うん、はい、そう、もうちょっと大きいのはいいよっていう人のために、こういうのもこういうのもこんなのも、そうですね、はい、っていうのを準備したんで、まあお好みで、で鉢に植えて、これもすごくいい鉢、いい鉢です、ですね、これがあって、草もやろうという、うん、また Q さんのアイデアで、はい、急遽追加になりまして、はい、お金も追加になりまして、はいはい、心拍と下草ということでやりたいと思いますんで、いいですかね、はい、ということで楽しみにしてください、はい、はい、よろしくお願いします、はいはい、ありがとうございました、ありがとうございました